3ヶ月を過ぎるとその診療報酬がなくなって最低時給500円なのに全く売り上げないとね。でバイトの人はその新人保証っていうのがなくて時給500円からスタートなの。でも俺はその新人保証なくていいからバイトで入ったんですよ。だから最低時給の500円なんですよ。レギュラーだとねその週6回出なきゃいけなくてで結構長い時間働かなきゃいけないのバイトよりも。だそれがちょっと嫌だったから、まあ、最初ちょっとお試しってか感じでなんかバイトで入ったのよそうでそれでなんだろうそのなんだろうな俺になんか牛乳おごってくれた先輩がいてその人もバイトなんですよ。バイトでほんと週ってか正確には1ヶ月ほんと2回3回しか来ないぐらいの先輩で、だつまりは新人保証絶対ないのよ。で新人保証ってかまあどんぐらいやってたか知らないけど新人保証とかも絶対期間中じゃないし、あとはなんかもう給料も絶対安いはずなんですよ。指名も全然なかったしその人、まあそもそも1ヶ月に2回か3回しか出ないから、うん、でなんか新規も全然来ないとこだったから、まあそこでねそこでまあ指名取れっていうのが結構難しい話なんですけどそもそも、うん、そんな状態で絶対稼いでないのよ。で1回行くと3000か3000もらえるんですよ、うん、バイトだと1日6時間働くんで500円時給500円かける6時間で5630で3000なんですよ、ね、で交通費とかは全部自腹なんですけど、で僕の場合秩父線ってのがあって、でその往復のね秩父線の往復の代金が当時片道710円で往復1420円かかったんですよ電車代だけで。で僕の場合1日働いて3000もらうじゃん。でそれで1420円交通費なんで残り1500円ちょっとしか浮かないんですよね。でその1500円のために俺毎日行ってて、でしかもさその先輩にねなんか結構言われるんですよ。その酒飲む時になんかこうねすきっぱらに飲んだりとかすると結構効くからね、あとこう眠くなったりとかしたらウコンの力とか飲んだりとか、なんかあとなんだろうこの牛乳とか飲むと胃に膜が張るからそのアルコールをね吸収しにくくなるから結構いいよとかって言われて、だからその出勤の前とかには牛乳とか飲んだ方がいいんじゃないとかって言われて、まあ牛乳の代金とかも入れると結局なんか1日あたり1000円ちょっとぐらいしか浮かなかったりしたんだけど、そうそのねまあちょっと早めに店に着いて、でそのバイトの先輩もちょっと早めに着いてて、あーとかつって早く来たねとかつって、まだ店ちょっと時間あるか出勤まで時間あるかみたいになって、ちょっとコンビニ行こうぜって言われて、あーじゃあ行きましょうかつってついてったんですよまあそれバイトの先輩なんだけどね。でバイトの先輩がこうやってなんかカゴになんかこうウコンの力とかあとこう牛乳とか入れてんのよ、うん、でユータもこういうの買っといた方がいい、こう買っといた方がいいぜって言われて、あーまあそうっすねつって、でそれで何飲むって言われて、まあじゃあ牛乳買いますっつったら、じゃあ俺がね牛乳をこう取ろうとしたら、おいユータとかって言われて、女俺が買うよみたいな感じでこうやって俺が取った牛乳を取って自分のカゴに入れたんですよ。でそれでそのままお会計のところに行ったから、で俺がいやこのこうやって、ね、財布出したんですよ。で自分の牛乳分払おうと思って財布出したら、おいユータとかって言われて、先輩を立てろよとかって言われて、あ、おごってくれるってことなんだって思ったんだけど、でもその先輩ね、バイトで月多分 2,3 回しか来ないし絶対時給500円の人なんですよ、指名もないから。だから1回来て3000なんですよね。でその先輩がどこから通ってるか知らないけど交通費自腹だから、その交通費を差し引いたら下手したら俺の場合1000円ちょっとしか浮かないんですけど、その人がどこから来てるか知らないけど最高でもその人3000円ぐらいしかもう1日ね、そんなもう理不尽なそんなねすっごいぶっ細工なデブのババアとかに、おい飲めよとかって言われて、なんかもうほんとなんか無理やり飲まされたりとかそんな辛い思いをしてるのに、絶対この人1日3000円しか稼げないのにね、その自分のウコンの力と牛乳と俺の分まで買ったらこの人は1日そんななんか理不尽に酒飲みまくった、頑張ったのにこの人いくら1日浮くんだろうと思って、その牛乳分さ、そういうのをそういうことを俺思って自分で出そうと思ったんですよ。その先輩がめっちゃ稼いでたら俺だって先輩立てるとかそういうの分かるから別に奢ってもらおうとするけど、この人絶対大して浮きがないって分かってるから俺自分でこれ払おうとしたんですよ。でもゆうた俺これ先輩立てるよとかって言って、それで怒ってもらったって話。あれあんま面白くなかった。
前結構みんな笑ってくれたんだけど、話の仕方が悪かったかな。話の構成の仕方が悪かったね。うん、で、おごってくれたのよ。こんにちは。うん、っていう話。面白いっすか。これも本当実話っすからね。だってさ、そんなのなんかおごってもらうのもなんかなって思うじゃん。絶対大して浮かないのに一日。あの人たち何やってんだろうね。あ、それで思い出したけど、そうそう、なんか今コメントにもあったけどね、前ね、ホスト時代の先輩が俺の枠でコメントしたことあるのよ、ふわっちで。で、それ本当にガチで本人だったのよ。それガチで本人だったの。まあ一瞬だけどね。一回か二回来てもう来なくなったけど。もう多分2年前ぐらいかな。うん。何歳の時だった？ 23 ぐらい。うん。うん。稼げない時の経験は財産。まあでも、ある意味もう話のネタになってるからね。うん。今やもう話のネタというか笑い話に変えれるから、配信とかやってるとね、そう、そういうこともなんかこう笑い話に変換できるんで、ネタにね、話のネタに。ちょっとトイレ行ってきていいですかね。先輩なんてコメントしたの、あれ言うたみたいな感じで、あれ言うたクエスチョンマークみたいな。ちょっとトイレ行ってきます。ふぅ。いやー、ということでね、寒い。あー、疲れた。
寒いね、廊下。てか寒くなったね、本当に。よっ。あ、もう食べきりましたよ。てか普通にめっちゃうまかった。まあ、てかこんなのまずくできるわけないんだよね、そもそも。ホットケーキなんてさ、誰が作ったってうまいよね、こんなのね。だってこんなの焼いて生クリームとかさ、そんなんね、メープルシロップとかバター入れたらまずくできるわけがないね。本当にさ、焼きすぎたとかさ、ホットケーキのパン自体を焼きすぎるとか、そんなレベルじゃなければまずくできるわけないもんね。普通にめっちゃうまかったっすよ。てかさ、普通にさ、家でってさ、自分で焼いたさ、ホットケーキってさ、まあ俺んちでは食ったことないんだけど、人んちでは食ったことあるけどさ、普通にさ、お店のより美味しくない？お店のより全然美味しいんだけど、気のせい。お店で出てくるなんかホットケーキみたいな、パンケーキみたいなのより全然美味しいんだけど。4000円かかりましたね。4211円だったっけな。まあいろいろ買っちゃったからね。あと多分ホットケーキミックス2個買ったりとか、ホイップクリーム3個買ったりとか、まあ結構余分に買ったからっていうのもあると思うんですけど。あとバターをね、すごい高いバター買ったから。1000円のバター買ったからね。これぐらいのデカさで1000円ぐらいのバター買ったんで。よっさんがふわっちから撤退を考えてるそうみたいです。あ、そうなんだ。いや俺も考えてるけどね。俺も最近もうそんなに稼げなくなっちゃったから、俺もふわっちやめようかなってちょっと思ってる。でもよっさんなんてさ、まあ俺もう毎回だけどさ、ふわっち辞めるとか言って辞めなくない？俺もだけど。俺もだけど。でも俺の場合本当にでもね、マジで考えてるよ、今は。俺の場合、前は、ふわっちの方が稼げるけど、ふわっちの方が稼げるけど、ふわっちが嫌で違うサイト、まあニコニコとか行ったんで。そう。でも今回の場合、ふわっちで稼げないから、稼げなかったらもういる意味ないから、今回は本気で考えてる。あんまし稼げなくなってきたからね。今回は割かしマジでニコニコやろうかなと思ってる。よいしょ。でもよっさんとかさ、どこでやんの？だってさ、あの人ニコニコ A 版じゃん。ニコニコ A 版なんだ、あの人。だからニコ生できないの。でツイキャスも確か A 版なんじゃなかった？違ったっけ？どこでやるんすか？どこでやるんすか？あの人多分ツイキャスも A 版だよね。違ったっけ？行くとこないんじゃない？だって。別にさ、17とかさ、ショールームとかも別にあるけど、還元率低いからね、投げ銭とか。2割3割っすよ。他に行くとこがあればあれなんだけど、17とかそっち行くとさ、ほんと投げ銭の還元率が 2,3 割だから結構きついと思うよ。あ、 YouTube、 あ、なるほどね。あ、そうか、アドセンス借られてないのか、あの人。なるほど、スパチャってこと。ツイキャス多分 A 版だよね、あの人ね。
YouTube でまあアドセンス借りてなければスパチャできるだろうけどね。でもどうだね、スパチャで稼げるのかね。か一応スパチャってさ、1日5万までしか課金できないって縛りがある。まあでも、それは大丈夫か。うん、まあ、すげえ投げてくれる人が、毎日投げてくれればだけど、3515で一応1人の人から150万受け取れるわけだからもんね。で、それのなんかね、スパチャって大体ね、6割ぐらいらしいんだけど。アドセンスはね、わかんないですね、復旧ってのは。すげえ有名になれば絶対復旧してくれると思うけど。はぁ、疲れたな。どうしよう、終わろうかな。もう疲れちゃったし、やることないし。120分で終わるか。はあ、食った食った。まあでも普通にめっちゃうまかったですね。うん。親はだデイサービス行ってますよ。じゃあ皆さんよろしければね、あのふわっちアカウントフォローとツイッターフォローとかお願いします。はい。フォローしてない方は。はあ。いや疲れたな。お風呂は入りましたか。風呂っすか。風呂はまあ入りましたね今日。今日また配信されますか。どうだろう。まあ、多分やるかな。多分。まあでもとりあえず何もないんだけどね、この後ネタというか。お疲れ様です。いやー疲れたな、マジで。親はまあ今デイサービスいるんで。お疲れ様です。楽しかったです。ありがとうございます。いや疲れた。ということで、じゃあ皆さんお疲れ様でした。はい。ということでね、ケーキ作るのうまいですね。そうですか。おやすみなさい。まあでも、あんまり見た目は正直気にしてなかったんで、そう。あの、本当に見た目気にするんだったら、あの、最後にあの余ったやつ、あんなでっかく焼かないからね。うん、あ、ということでお疲れ様です。